定期的に横山光輝三国志を布教したくなる、三国志演技信者のゆっくり霊夢です。三国志演技は序盤はギャグが豊富にありますけど、終盤はめっちゃシリアスなシーンが多くてそこもまたいいんですよね。芝居を取り逃したのに勝利を喜ぶ職匠を見て職の人材不足を嘆く孔明のシーンが心に強く残っている、普通の悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは孫が真の皇帝にまでなった芝居の息子、芝忠よ。彼もまたとても面白い人物なのよね。芝居の血筋はとても恐ろしいですぜ。孫にも彼の野心が受け継がれたってわけですか。さて改めて紹介するのは芝忠、あだ名を師匠。その才能ゆえに真で大いに活躍し、後の皇帝孫光を降伏に追い込むなど大きな功績を残し続けた男。彼は一体どういった人物なんですか。芝忠は課題軍穏健後継理出身の人物で義の大臣、芝居の四男にあたる人物ね。彼は芝居の息子ということもあって240年に南安帝光に報じられ、それでいて才能豊かな人物だともっぱら評判だったので、いきなり名作将軍としてキャリアをスタートさせたの。そして彼が行城の監督をするようになると、芝忠は抑行の民を手なずけたのでその統治術を義において高く評価されたみたい。むむむ。才能があるってだけの理由でいきなり高官に任命されてますよ。芝居の影響力の高さがよくわかりますぜ。まあでも芝忠も順風満帆な人生を歩んできたわけでもなかった。260年、当時の義の皇帝である総合は大将軍で権力者でもある芝将が自分のことをないがしろにして権力を専横しているのに憤り、芝将を排除するために挙兵したの。なもんでこの時中央軍を指揮するトンキ光栄に、任命されていた芝忠は兵を指揮して兄の芝将を助けるために宮中に侵入し、総合軍と相対したの。でも総合軍の側近が一喝すると芝忠軍はこれに恐れおののいて逃亡したみたい。まあ芝忠を擁護すれば皇帝ってのは自分の国で一番偉い人ですからね。そんな人の軍と戦うことになればどんな軍でもそうなりますよ。だからこそその総合を撃った荷重はあれほど非難されたわけです。まあそんな失態もありながら芝忠は権力者である芝将の弟ゆえにそれからも昇進を続け、三騎乗じ、東部豪公に報じられたのを皮切りに数年間で最終的に優将軍、菅遠州諸軍事、遠州使にまで任命されたの。そして264年になると西予将軍、仮説にも任命されたの。むむむ。やはり持つべきものは優秀で権力者の兄ですぜ。265年。芝将が病死して彼の子である芝縁が後を継ぎ、後に芝縁が義を滅ぼして真の初代皇帝に即位すると芝忠は童顔軍王に報じられ、職有1万600個をプレゼントされたみたい。時に真では皇族たちに様々な特権があり、将は自分が管理する軍権の長官を自分で選べるようになっていたの。しかし芝忠は上表してこの特権は使わないと芝縁に伝えたものの、芝縁にこの要望は却下されたみたい。これまで様々な芝一族を見てきましたが大体の皇族が傲慢なイメージがあります。その中で、芝忠は珍しくもめっちゃ謙虚な男です。その後も芝忠は中央に呼ばれれば少々遊牧位、武軍将軍として、そして地方に出れば鎮東大将軍、仮説、助手諸軍事として栄冠の代わりに可否を守るなど国の内外で活躍したの。芝忠はその見事な統治術に加えて将兵からの支持もあり、将兵は芝忠のためならば命を投げ出して、もういいと思っていたみたい。故に後は芝忠の存在をかなり恐れており、後に芝忠は海府義道参し、荒野王に報じられて童顔軍も特別にプレゼントされたみたい。むう、芝忠は将軍としてもまた優秀というわけですか。279年。真が呉を滅ぼすために大規模な軍を動かすと、芝忠も数万の軍を引き連れて途中から出兵したの。すると呉の皇帝である孫光はこれまで秦軍に負け続けていたので降伏の書状を書いたものの、その降伏の書状をあえて芝忠に送ったみたい。これは呉において芝忠の名が轟いていた、からだと考えられるわ。なもんで呉が滅亡すると芝縁は尊乗りで、芝忠は数万の兵を率い出兵し族軍の連携を遮断した。
そして部下の友好らの軍を長江に進めて五軍に圧力をかけた。故に賊は恐れおののいて芝中に降伏を願い出てきたわけだ。そして長子の王侯に長江を渡らせて賊軍の辺境部隊を破って彼らを追い詰めて敵将も捕獲し、撃った者や捕虜の人数は5-6万にも上るとか。故に五将である諸葛亮、孫益らは秦に降伏を願い出てきた。故に秦はこの功績に報いるために芝中の二人の子を抵抗に奉じ、さらに両方に3000個、絹6000匹を授ける、と布告したの。芝中の具体的な戦いの内容は秦書には書かれていませんが、巫女の理を読むと芝中の大活躍っぷりがよくわかりますぜ。そして後に芝中は特製秋書軍事に任命されて侍中の服もプレゼントされ、ついに大将軍、海部義道三氏にまで任命されて位人心を極めたの。芝中はもとより芝一族の重鎮であり、それに加えて呉を滅ぼすという誰が見ても大きな功績を持っていたものの、めちゃくちゃ謙虚な性格をしていて、おごり高ぶることが一切なかったの。故に部下は芝中のために死力を尽くし、民も芝中に従ったの。後に芝中の病が重くなると、芝縁は多大なるプレゼントを芝中の元に送って側近を見舞いにも行かせたものの、芝中は283年に57歳で病死したみたい。この時代だとまあ長生きした方じゃないのかな。むむむ。一流の実績と名声を手に入れた完璧な男でした。後に芝一族の諸王が内乱を起こし、秦は一度そのせいで滅びたものの、その時に江南に逃げていた芝中の孫の芝栄が秦を復興させて皇帝に即位するのはまた別の話。後にもその能力を恐れられた軍人としても優秀な人物でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。謙虚で優しくて強い。そんな最高な人物でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。